アロハ、ハワイ島のヨーコです。ヒロに滞在している両親を迎えに来ました。ここのお庭にすごく大きなマンゴーの木があって、マンゴーがたくさんなっています。どこに行くか決めれなかったので、しばらく3人で相談して、とりあえずダウンタウンヒロへ行くことにしました。ここ数年でダウンタウンヒロにも新しいお店が結構できました。ゆっくりね、歩いてみるのがいいと思います。お買い物した後はポホイキというところに行くことにしました。去年の噴火でギリギリ燃えなかった場所です。皆さんと一緒にドライビングしていきたいと思います。130号線を走り、パホアを通り過ぎた後に、カマイリロードという道が左側に出てくるので、そちらを曲がって坂を降りていきます。この道は制限速度がね、10マイルとか25マイルという感じだったので、スピードをあまり出さないようにね、気をつけて運転しました。この動画はね、早送りになっていますけど、実際のスピードはもっとゆっくりで走っています。何箇所もね、こういう風に道が狭くなっている場所があるので、下から上がってくる車があるときは避けたりしました。こういったスピードバンプもたくさんあるので、本当にゆっくり走るのが安全かなと思います。このエリアはオピヒカオと言われるエリアで、実際ね、両脇に家があったりとかファームがあったりします。この辺りにね、住んでる人も結構いるみたいですね。去年の噴火の際にはこの辺りもかなりの火山ガスが来ていたみたいで、木がね、枯れたりとかしていたそうですけど、今日走った感じだとだいぶもう普通通りに戻っている感じがしました。ここが137号線になります。これを左にポホイキの方に向かっていきます。さっきのところをね、右に曲がるとカラパナとかカイムというエリアの方につながっています。この道もね、すごく好きな道だったんですけど、もう本当に燃えなくてよかったなと思います。そしてしばらく行くとこういう景色が見えてきます。正面にあるのは去年流れた溶岩です。ここをポヘイキというエリアにつなげるためにブルドーザーでね、溶岩を砕いて避けて、こういう風に道が作られました。舗装された道路ではないですけど、結構ね、綺麗に砂利が敷いてあります。で、またこんな感じで溶岩がね、
ここも流れてた場所ですね。この両脇に生えてる木はマンゴーの木です。今ね、花が咲いてこれから実がなるっていう感じですかね。そしてここが十字路です。右に行くと歩行行きとアイザックヘイルビーチパークというところに着きます。ここ本当にね、ギリギリまで溶岩が流れてきたんですよね。あと数日噴火が続いてたら、多分この駐車場のエリアも溶岩で飲み込まれてたと思います。正面に映ってたのもね、こちらにも映ってるのも溶岩です。ここがハワイで今一番新しいビーチです。2018年の溶岩の噴火でこのブラックサンドビーチができました。破壊と再生を繰り返すハワイと、本当にね、パワースポットだと思います。皆さんもよかったらハワイ島へ遊びに来てください。ハワイ島なかなか行けないわっていう人も、これから動画でハワイ島を紹介していきますので、